もうこれは父親から聞いた話だけどやっぱりあいつは大したもんだって父親が褒めてるわけ何お父さんそんなに浜子さんの姿ってあいつのヤジはねやっぱりねぐさっと刺さるからね <laughs> 何大学だったかちょっと忘れたんだけどもう総理がやられたんっガンスカガンスカガンスカ当時の社会党の議員に、うん、浜子さんが委員でいてねうちのヤジのそばに座ってらしてるんで <laughs> 何言ってんだバカ野郎 週刊誌ネタになってたんだってだからそれを一言言っただけでしゅんとなっちゃって、うん、浜高さんのやじ一発でさ「うん、じゃあもう終わります」<laughs> あ、すごい話だよね <laughs>